ボイトレの1分から2分の、動画です。今回は、姿勢ですね。まあこんな感じで姿勢がありまして、まあ、っすぐの姿勢、まあ歌を歌うための良い姿勢は、まあ、まっすぐですが、まあ、ちょっと胸とか、頭とかですね、胸が前側にありますので、良い姿勢を保つためには、ちょっと後ろ、背中ですね。背中を意識する必要があります。まあ、いわゆる後重力筋ですね。まあ、足から、こう、太ももから、背中から、で、頭のてっぺんですね。まあ、筋肉がつながってます。で、これが、こう、重力に対抗して、姿勢を保っているわけですね。まあ、足はこんな感じで、血管がいっぱいあって、特に、重要ですね。血の巡りも足が重要ってことですね。ですので、この歌を歌う時も、まあ、特に背中とか、あと下半身、足ですね。足で姿勢を良くするように意識すると良くなってきます。あとこの首筋、うなじですね。基本的に頭は重いので。ですので、背中からこの足のこのラインですね。これを意識して姿勢を良くすると声も良くなってきます。以上です。